サラダ冷やし中華っていうやつです。美味しそうです美味しそうですよね、うん、まあ、ちょっとね今日も暑かったですけども、はい、暑くなるとこういう冷たい冷やし中華食べたくなりますが、そうなんです。まだまだねお店ではやってなかったりするので、じゃあ自分で始めちゃいましょうということで、はい、こちらでございます。始めちゃったんですね。始めちゃいました美味しくねさらっといけますよ、はい、では材料見ていきましょう。こちらです。まず中華麺ですね、こちらが1袋、そしてキャベツとレタスが適量、そしてパプリカが1/4個、カニカマ3本、ツナ缶が1/2缶、マヨネーズ大さじ1、ゆで卵1個、食べるラー油、これは味変用ですのでお好みでご用意ください。で返しの方ですね、濃口醤油 400ml、 みりん 80ml、 ザラメ糖 80g です。で冷やし中華のタレですが、今作った返しと、酢、水各大さじ2、そしてごま油が大さじ1となっております。家にある調味料でできるんですね。そうなんです、うん、結構返しは万能に使えますので、はい、ぜひ覚えていただきたいと思います。では早速作っていきましょうかね。じゃあまずはお鍋の方ですね、はい、今こちらお鍋の中にはですね、はい、みりんとザラメ糖を入れて、まあ、中火で溶かしている感じですね。ふつふつとしてますが意外とサラサラしてますね。そうなんですね、熱加えると結構サラッとしますので、うん、結構簡単に溶かすことができますね、はい、で溶けてきましたらここに醤油を加えましょう、はい、400ですね。はい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 、はい、こちらは結構な量入るように見えますね。そうなんですよね、基本醤油が多めですね、うん、甘くなっていく感じですよね。さあ入れましたらまたこれも中火で一煮立ちしてください、はい、もうそうするとですねこれで返しは完成で、簡単。そう今回タレに使いますけども、うん、本当にいろいろ使い勝手がいいものなので、はい、ぜひこの返しぜひ覚えていただきたいところですね、うん、さあ返しがこれでできました、はい、では続いていきましょうかね。こちら今作った返しですね、これ大さじ2入っております。あ、じゃあ余ったものは残しておいてもいいですね。そうですそうです、うん、ぜひぜひ取っておいてください。でこれにですねいろいろ加えていきましょう、はい、酢ですね、はい、これも大さじ2で、お水です、これも2ですね、大さじ2、はい、で、ごま油もいきます。あ、香りがいいですよね、はい、これ大さじ1ですね、はい、はい、全部入れました。入れましたらこれもまたしっかりと混ぜてください。こんなに簡単に冷やし中華のタレってできるんですね。そうなんです、これ簡単なのにめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうこれだけあったらもう麺どれだけでも食べられそうなぐらい進みますもんねそうですね、食べ過ぎ注意ですけどね。はい、注意しますそしてこのタレなんですけども、やっぱり冷やし中華冷えてた方が美味しいので、はい、冷蔵庫などに入れて冷やしておいてください、うん、いい感じに冷えたらもうバッチリ完成でございます。そしたら具材の方ですね、今度はこちらです。はい、ここにキャベツとレタスね、切ったものが混ざってますね、はい、はい、そしてお隣こちらはパプリカです。これも食べやすいサイズ、うん、これ食感残しの方はね太めにいってもいいですし、軽くでもお好みで大丈夫です、はい、甘いですからね。そうなんです、色味も綺麗ですからね、うん、そして横に行きますと今度は赤色ですね、カニカマ。あー、いいな、私大好きなんで多めでお願いします、ね、好きな方はねこれまたたくさん入れてもいいですし、はい、少し大きめにほぐしておくと食感が良くていいですよね。確かに。そしてこちら横にもありますツナ缶、うん、マヨネーズを入れてください。僕は多めが好きです。私も多めが好きです。そうなんです、そこで入れてねしっかり混ぜてツナマヨを作っておいてください、はい、さあここまでしました。次これですね、はい、中華麺ですね。これも、まあ、麺はですね、まあ、買う麺によるんですけども、はい、まあ、書いてある時間通り湯がいていただいて、はい、まあ、こうやってしっかり水で締めておいてください。あ、冷やし中華ですからね。冷やし中華ですからね、はい、はい、でこういう感じにねしていただきましたら、うん、あとはね盛り付けの方に行きましょう、はい、よいしょ。これ大事ですよ、美味しそうに盛り付けないと。ちょっとハードル上げすぎてちょっと盛り付けづらくなりますけど、翼さん、これがホームページのアクセス数につながっています。本当に緊張して手が震えてきましたすいません。でも大丈夫です、軽くね、いきましょうね、はい、じゃあまずですね、まあ、麺がいいですかね、先に、はい、はい、よいしょ、しっかり水を切って麺を入れます、はい、さあ、ここまでは大丈夫です。ここまで大丈夫ですね、はい、厳しいチェックが横から入ってます。ちょっとじゃああえてね、まんべんなくというよりは部分部分でいきましょうかね。お、なんかビビンバ丼みたいになりますね。ビビンバ丼みたいになりますねカニカマもいきます。おきれいきれい、大きめ大きめ、はい、そしてはい、この辺かな、この辺にツナマヨです。おー、いいですね、入りました、いいグラデーション。そして卵ですね、切り口を上にそれはみんな上にしますさあどうでしょうね、あとはこれに
先ほどのタレをかけていただくとですね、うん、素敵な感じになりますよ。美味しそう。でタレもねかけていただくのもいいんですけども、はい、あとは味変でこうラー油をですね、はい、ちょっと辛さを足しちゃうのもおすすめですね。辛子じゃなくてラー油なんですね。そうそう、辛子も美味しいんですけどね、うん、ちょっとピリリとさせるのにこのラー油も合うんですよ。合いそうです、うん。